This is Think Tech Hawaii. Community matters here. Welcome to ThinkTech Hawaii. Konnichiwa Hawaii, a Japanese language broadcast streaming live from downtown Honolulu and available on YouTube. I'm Yukari Kunisue, and joining me today in the studio is Mr. Shin Kodama, Japanese bodybuilding champion and bodybuilding and personal trainer. Shin Kodama shares his さんこんんここににちちははホののダウンタウンンタかから Tech が日本語ででお届けしていますすハワイホストの国瀬ゆかりです今日の放送はハワイの日本人ムキムキマンスティングレイボディービルディングヘビーウェイトチャンピオンの児玉慎さんにボディービルディングと その醍醐味について、お話をお聞きたい、お聞きしたいと思います。しんさん、今日はお忙しいところ、ありがとうございます。よろしくお願いします。ハッピーニューイヤー。ね、はい。ええ、早速なんですけれど。はい、ボディービルディング。はい、はいえー。私は全くの素人で、何も知らないんですが、はい、視聴者の方も多分。あまり、あの。せいぜい、こう写真を見て。す,すごいなっていう。で、ボディービルディングっていうのはスポーツ。 なんでしょうか。はい、スポーツです。はい、究極のスポーツと呼ばれている。究極のスポーツ、はいはい、どういった意味で究極なんでしょう。えっとですね、ボディービルディングは食、はい、徹底された食事、はい、ウェイトトレーニング、はい、有酸素運動、すべてのことが兼ね備えて、はい、それで出来上がる、えー、スポーツでして、はい、24時間365日自分の体を管理しなくちゃいけないっていうところで。えー 究極というふうふに言われておりますじゃあ例えばテニスとかゴルフとかサーフィングっていうのは、はい、それをやってる時は、はい、もちろんやってるわけですけど、はい、そのスポーツを。はい、今の話ですと24時間365日、はい、自分の体を、はい、そのトレーニングするだけでなく管理をするそうです、ね、という意味での究極ということですね。そうです はあ。はい。その、まあ、スポーツっていうのは普通こうスポーツをやってる時のことをスポーツって言うじゃないですか。確かに。はい。ね、うん、でもボディービルディングって、その、えー、コンペティションとかあるわけですね。はい、はい。そういう時はそこに行って、こう、こ、こ,うこうなやったりするわけですよね。そうです。よ, <laughs> よくございます。いや、それはただの一つのショーであって。うん、本当の。ボディービルディングの醍醐味っていうのは。はい、やっぱりその、もっとその下の。 そこまで行くところまでにあると。そうなんですね。日々の積み重ね、三百六十一日、その大会の日から何日も何日も遡ったところから、はい、もうボディビルダーの大会というか試合は始まってるんですね。なるほどね。はい。それを大会当日にこう、はいはい、ああいう場を借りて発表すると、いうところなので、かなりこうそうですね、スポーツからはちょっとかけ離れているというか、うん、はい、気持ちの面でもこう。 強くならないとやりきれないものですね精神性があるというそんな感じでしょうかね,そううですねメンタルとフィジカルの両方こう鍛えられていくものですね、はいはい あの今日皆さん見ていただくともちろんお分、おわか、わかりだと思いますけど、もうこうはちきれる感じで。はい。あの、マッソルが、こう、こ動きません。そんな感じ。はい。<laughs> はいえー、あの大会の時の写真を、何枚か持ってきていただいているので。はい、えー。まずそこから見せていただきたいと思います。はい、お願いします。Okay, if you can show the first picture here。はい。はい。<laughs> すごいですねこれは。はいこれはいつのお写真ですか？<laughs> これはちょうどええー、2018年、えー、4月です。っていうとまだ1年経ってないですね。ってないですね。はい。でこれはそのチャンピオンシップを取られたスティングレーで、ね。そうですこれはスティングレーですね。はいはい。はい、でヘビーウェイトというのは一番重い重量。そうです90キロ以上の人がみんな集まって階級です、はい。90キロ以上ですか？はいはい。はい えー、一番下はどのぐらいからあるんですか。えっと六十キロぐらいからです。六十キロ。はい。でミッドレベルみたいな感じですか。六十七十八十と簡単に言うとこんな感じで分かれておりまして、はい。なるほど。はい。で一番重いのがヘビー級の九十キロ以上ですね。はい。はい、えセカンドピクチャー、picture, please。はい。はい。これはこれも、はい。 同じですか,ですかこれは同じ大会でして、はい、これはモーストマスキュラーっていうモスストマスキュラーはい、はい、ボディビルの一番こう醍醐味というか見せ場のポージングですね。はあこれはこうこうンと力を入れていろんなそのマスキュラーえ筋肉のところを見せてる、はい、そうですねもう脂肪がないので、はい、力を入れると各筋肉がこう浮き出てきて、はい、さらに血管も浮き出てきてと、はい、あそこを競うと。 血管を浮き出させるのもそうです。そのバスキュラリティといってそこも評価に入るんですね。はあ、い。はで油がこう脂肪がなければ、はい、こう血管がこう浮き出てくるんで、はい。まあ力を入れればこうそうなるんですね。なるほどね。でこう普通の人だわ <laughs>。あ油だらけなんで <laughs> <laughs> そう。そうですね。剃ぎ取った証を見せるっていうか、はい、脂肪はいそ削ぎ取った証ですね。そうですね。はいはい、えー。The last picture. はい、これはなんかとってもちょっと憂いを含んだ。はい。はい。これは、はい、はい、プロのカメラマンの方が撮ってもらって。なるほど。これはどういう感じで、お取りになられる。これはですね、はい、あの、僕が、あの、所属しているチームの。はい、えー。チーム川崎という。僕のボディビルのチームがありまして。川崎というとは、日本の。日系のコーチが、こう。はい これパワーハウスって書いてありますけど。はい、そこが練習場なんですよ。はい。そこのモデルのようなことをさせてもらって。はい。モデルもやっていらっしゃるという。ことでその時に止まって、はい、まあ、すごい出来上がってたのが僕の体だったので。はい。シーン、お願いって言われて。なるほど。はい。えっ、と、これはそのチーム川崎とおっしゃいましたけど。はい。ハワイにある。そうです。アイアの方にあってですね。アイアの方に。はい。上昇軍団チーム川崎と。はい。いうところなんです。はい 川崎っていう,ふうに名前がついてますここは日系のお名前ですか、はい、そ,そうですマイク川崎さんという先生がいるんですね、はい、なるほどなるほど、はい、でパワーハウスというジムに行ってトレーニングをされるとはいそうですそういうことですなるほど、えー、今ちょっと見てみせていただいたのであのちょっと感覚はわかる感じかなと思いますけれどはい、えー、またさっきののさっきの話に戻りたいんですがその精神性の 部分ですよねで、やっぱりその24時間365日ということで、はい、その食べるものも気にしなくてはいけない栄養、はい、はい、それから寝ることとか他のことですよね、はい、はい、どういうことに気をつけてそういう生活を送られてるんですかうん、うん、やっぱりですねボディービルディングをやっていると厳しいこともあるんですが、はい、ボディービルディングとこの ライフスタイルというか人生というのがすごくこうリンクしていてですねこう辛いこととか問題にこう立ち向かった時にどういうふうに解決していくかっていうのは日頃のこの自分の準備大会このボディービルにも人生にもそうだと思うんですがそんなにこうラッキーっていうことはなく絶対自分が準備したことがその時現れるっていう。 そそれを僕積み重ねがうですラッキーに感じてることも積み重ねがあって準備できたからこそそれに出会えたと思ってるんでこのボディビルは本当に日頃の積み重ねが僕のボディビルディングだけじゃなくライフスタイルを支えてくれてると思うのでぜひボディビルディングっていうとちょっとみんなやりづらいと思うんですが。 トレーニング体を作る体作りジム通いとかっていうのは本当にそれに近くて体が元気になると見栄えもよくなると気持ちも明るくなってそうメンタルを支えててくれるんですね体のの見た目っいうはそうするとそのライフスタイルがクオリティが良くなって人と出会いがあったりやっぱり表情も変わりますからがらっと人生が変わると言われているのがこのジム通いというかフィットネスなんですい。 そのライフスタイルとそれからその精神性っていうのがこう,こうあってこそボディーが作られる、うん、そういうこと,だと思いますですね。じゃあさっきおっしゃってたね、はい、例えば辛いこともある,あるわけですよね、はい、人生と同じでいつもこう上がってるわけじゃないわけですけれどボディービルの方が辛いことをこう乗り越えるときに例えばどんな言葉とかどんな考え方とかをするんですか うんえーまあ、本当に単純なよく聞きますが、はい、継続は力なりはもうここであとはね、うん、もうここでだめだと思ってからがスタートだめ、はい、だと思ってからがスタートう重りを上げててもそうなんですよ <laughs>、はい、新しい筋肉を作るには限界を超えなくちゃいけないのでもう上がらないと思ってから、はい、そこからがこう問われるところなんです。 あと1回あと2回だめだと思ってから、はいはい、どれだけこう自分を追い込めるかっていうところは、はい、あのそうですね辛いというか自分の中でボディビルやる上で徹底していいるというか、うん、なるほど今のお話を伺っててね思ったんですけれど、はいまあ、例えば私なんかはせいぜい5キロあ5ポンドか、はい、<laughs> 5ポンドをこうやっ,てやって毎日やってるわけですけど。うんうん じじゃゃそれじゃ筋肉はできない、うん、やっぱり5.5とか6とかちょっと次にいかないと伸びないわけですね。うん、そうですね。体のこうある程度目標がある以上は少しずつ体にこう刺激が入るようにこうレベルアップしていく必要はあります。うんうん、もちろん正しいフォーム、はい、正しいおもりがこう理解できた上で。はいはい、じゃあ無理にんかやたらにこう次々にやっていくんではなくてちゃんとこうプロセスを踏んで、はい。 自分に負担のない限りでも目標に向かって少しずつ、はい、そういう感じですか、ね。そういう感じなんです。はい。はい、もう本当に精神性という感じがしますね。そうですね。それはかなり近いものがリンクしていると思います。はいはい、あのちょっとここで、はい、あの話を元に戻してですね。はい、え、シンさんがどうしてボディービルディング昔からこんな感じのマッチョマンだったんですか。ううん。いやそんなことないですよ。 普通の日本人ですからこ、はい、っそりとした少年時代もあったわけですねありました、ありました。はい、でその、どうしてその、うん、こういう世界に入ろうと思ったんでしょうか。は,はい、はっきりとこう覚えているのはですね、はい、小学生の時に何かの映像で、うんえっと、アメリカのボディービルディングの,このさっきみたいな写真を見たんですううその時にもうゾクゾクゾクってきて <laughs>、はい。 えこれ本当に人間がこんななれんのと思って、はい、すごいそれが頭の中にあって、はい、もう小学生の時から筋肉筋肉と思って<ー>自分の思うあの筋トレみたいな運動を今やって 考えると合ってたのかなと思いますけどやってスタートしたのがもうかあれはですねジム行きたいって母親に言って怒られたのが怒られちゃった子どもなのに何言ってんだって言われちゃってそれが小学校5年生ぐらいだったんでその頃から部屋でダンベルを2個買ってもらって部屋でやってましたこれで十分だった年生らいの時にやてましあと逆立ちしたり腕立てしたりっていうじゃあその時点だと例えばジムナスティックってでね っていうんですかね、はい、体操とか、はい、そっちの方も行けたわけですよね。実は、そう、あの、やってたんですよ、機械体操も。器械体操もやっていた。やっていて、はい、筋肉とは、とてもね、身近なところで、こう、スポーツをやってたんですよね。はい、うん。だって、もう、小さい時から、こう、見せられた感じが、自分のこう、原体験みたいにあったわけですよ、ね。あったの、力こぶみたいなのの,の、はい、この丸みが、はい、子供ながら。<laughs> はい でかっこいいなっていう。はい。他のところはそんな気にならなかったけど、ここに力こぶだけはね。はい。もうすごいなんか目いっちゃって、お兄さんの、あ、この人絶対すごいな。ああ。はい。じゃ、その憧れみたいなのから、自分で始めて。そうです。で、中学高校とそういうこともやっていたんですか?。そうですね。もうジム通いが中学ぐらいで許されてですね。はい。お母さんが。まあい。いかやったってことでジム行きましたけど、まあ。はい。できることを安全にやろうっていうところから始めて、そこからもうジム通いは。 ずっと今までしてきてます。なるほど。で、はい、それはその先生みたいなのがいて、うんうん、そういう教育指導をしていく教育指導っていうんですかね。トレーニングをしてくださったんです、ねそ。そうですね。ジムに行けばトレーナーさんがいるんで分かんないことは聞いてくれますけど、まあ今ほどそんなにあの知識がある人が多かったりだとか。はい パーソナルなトレーニングをしてくれる人がいなかったので、うん、まあ見よう見まねで、うん、あのおじさんたちがやってるのをそのままやって、うん、ちょっと君違うよって言われたりだとかして <laughs> こうあそっかと思いながらやってたっていうあなんかちょっと可愛がってもらいながらなるほどねと、はいまあ、とににかかく小さい時から筋肉のとにかくこの 二のっっててていいうんでですかね力こぶを目指ししたたたとになやっぱりそういう,こう土壌があるからこういう体をお作りになることができたんではないかと思いますが、はいうん、でそれからそれがもう10代の頃ですよねで今何年か経ってるわけですけれど、はい、それからずっと続いているといす、ね、まあ本当に筋トレと言われることはずっと続いていて。 ハワイに来たのが134年前なんですが、うん、その時にやっぱりそれに似た体の人と出会ったわけですよ、うんはい、ジム行って、はいはい、うわこれ小学校の時に見たあの映像と一緒だと思って <laughs> いや自分はハワイに住ん,で住んだしやるぞって決めて <laughs> なるほどそれからが本当の専門的なボディビルディングのスタートでした。 So we're gonna take a short break here and we'll be right back. Stay tuned. And aloha. My name is Calvin Griffin, the host of Hawaiian Uniform. And every Friday at 11 o'clock here on Think Tech Hawaii, we bring you the latest and what's happening within the military community. And we also invite all your response to things that's happening here. For those of you who haven't seen the program before, again, we invite your participation. We're here to give information, not disinformation. And we always enjoy response from the public. But join us here, Hawaiian uniform, Fridays, 11 a.m. here on Think Tech Hawaii. Aloha. Hey, Stan the Energy Man here on Think Tech Hawaii. And they won't let me do political commentary, so I'm stuck doing energy stuff. But I really like energy stuff, so I'm gonna keep on doing it. So join me every Friday. On Stan the Energy Man at lunchtime at noon on my lunch hour, we're going to talk about everything energy, especially if it begins with the word hydrogen. We're going to definitely be talking about it. We'll talk about how we can make Hawaii cleaner, how we can make the world a better place, just basically save the planet. Even Miss America can't even talk about stuff like that anymore. We got it nailed down here. So we'll see you on Friday at noon with Stan the Energy Man. We are back from break. I'm Yukari Kunisue, and this is Konnichiwa Hawaii talking with Shin Kodama, Japanese bodybuilding heavyweight champion and personal trainer in Hawaii.Live でお届けしております Th、ThinkTech Hawaii の日本語番組。こんにちはハワイ今日はお話は、えー、Shin Kodama さん。Kodama Shin さんからボディービルディングについて、またパーソナルヘルスについてお伺いしています。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい えそれであの先ほどの次なんですけれど見せられてトレーニングをずっと始めて、はいはい、で実際にその大会に出ようとか、はい、えプロになろうプロですよねああのその辺のところもちょっとお話しいいい、ね、大会に出るボディビルディングやるって決めた以上はもう大会が,もうそのがゴールなので、はい、あのそれを目指してやりましたが。はい いきなりボディービルダーやりました大会で出ますってことはできないので積み重ねですよね、はい、僕の身長に対する体重というかこのサイズがどれぐらいいけばこうステージの上で勝てるのか背、はいはい、が高ければ高いほどこう長は細く見えてしまいますんで、はい、だから僕の身長が1 7 6 5センチで。はい 100キロはオフシーズンといってあの減量する前のちょっと脂肪が乗った状態で100キロはないと叩けないと専門家の人にアドバイスをいただいてだから始めるって言ってもまず食べてトレーニングして体重をこう増やすっていうところから、はい。はい、一定の体重にならないと大会に出る体の基礎作りもできない基礎もできてないということになるんですね。 何食べるんですか？やっぱり炭水化物、<laughs> ご飯はサイズを作るので、はい、炭水化物と、はい、あとはやっぱりプロテイン、タンパク質にあたるお肉、お魚、うんうん、その辺を必要な分だけ一日そうですね、五六回。やっぱりこう,いうなんかプロテインパウダーとかそういうのも飲んでらっしゃるんですか？飲んでます。それはもうトレーニング直後は、はい、あの普通の食べ物より吸収が早いんで、うん、パウダーをシェイクして飲むのは、はい。 必ず飲んでます。で、例えばそのなんかサプリメントみたいなので、うん、それで摂ることもされてるんですか。そうですね。はい、やっぱり必要な栄養素を食事から取ろうとすると、うん、やっぱり余計なもの、そうなんですよ。いっぱいいっぱいしかも余計なものも入ってますよね。<laughs> はい。あのいらないもの、ボディビルディングに必要なうん、うん、ないものまで取ってしまうことになるので、はい。そこをこう考えられて作られたのがサプリメントなので、なるほど。まあサプリメントで。 補助食品ですよね、はい、補助しながら体づくりの必要な栄養を取っていきます、はい、なるほど、はい、あの私なんか素人が聞くとですね炭水化物なんか取っちゃうと、はい、うこの辺にいっぱいついちゃうんじゃないかな不安なんですけれど <laughs> 確かにつ,つけなくちゃいけなくて大きくしなくちゃいけなくて、はい、かつそれで脂肪をこう、うん、取らないようにつか、うん、ないようにするわけですよね。はい、でそこにじゃあそれトレーニングが入ってくるわけですね。そうです ボディビルにおいてこの炭水化物っていうのはとてもこう味方なんですよ。味方なんですか？味方なので敵ではない。敵ではないです。みんなあの一般の方のダイエットからすると炭水化物イコール太るとなってしまうんですが、やっぱりはダメ、ご飯はダメ、そうですね。そうみんな言うんで、僕が食べているあの量を聞くとえって言うんですが、減量中も5回6回ご飯を一杯半ぐらい。 食べます。これがエネルギーに変わって、ダイエットのための。こう、パワーに変わるんですよ。ああ、パワーになる。そう。はい。だから、無理して、その食べないようにするわけじゃないわけですね。そうなって、それもでできるんですよ。それもできるんだけど、自然と筋肉も筋力も落ちて。もうただしぼんだ体になってしまうのがいけないんですよね。なるほど。うん。それは、そのバランスっていうのはすごい大事ですよね。大事です。なるほどね。いつも自分の体を見て、こう。 コンディションを見て、はい、じゃあ今日はこれぐらい食べようかなって考えなくちゃいけない。なんか記録とか取ってるんですか。何を食べたかとか、えともう何キロになったとか。そうですね。はい、あの簡単にメモをしますが、うん、もう朝と夜体重計乗ればほとんど自分のこう。 あれがわかるので。なるほど。じゃあ風邪もひけませんね。風邪ひけません。風邪ひけないんで。あとあの奥様とかあのお料理をする方が大変なんじゃない。ご自分で作るんですか。いやもう最初僕あの申し訳ないなと思って自分でやってたんだけど、もう限界があるんですよ。トレーニングして仕事していろいろやってたらもうなのでお願いして今ははい作ってくれてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。はい。 でそのトレーニングなんですけれど、まあ、あのご自分がトレーニングをしていた時にいろんな方から学んだというのを、うんはい、今はそれを還元して、はい、ご自分もトレーニングを続けていらっしゃるけれど、はい、他の方にもそれをシェアしてトレーニング、はい、それをいわゆるパーソナルトレーナーを仕事にしておりますなるほというのはやっぱりこううムキムキマンになりたい人が、うん、あの来るんですかしんさん、僕もこういうふうになりたいってちょっと座ろうとしたりしてますけど。うん、<laughs> はい <laughs> 結構その質問は多いんですがもちろん選手になりたい、はい、ボディビルディングやりたいっていう方も来てくれてますが、はい、実は8割9割は主婦の方のシェイプアップヒップアップ、はい、ダイエットですよね皆さん主婦の方、はい、8割は、はいえー、クライアントさんだそうです、はい、はい、ヒップアップシェイプアップ、はいはい、ボディビルディングで経験したことを、はい 皆さんの体体質とか生活スタイルとか見てうどのこう引き出しがみんなに合うかっていうのを僕は判断してうこうアウトプットっていうんですかなるほどそれをあのガイドしてあげるので、うん、じゃあ一律にこのやり方が全部合うっていうんではなくて、はい、それぞれのこの人だったらこういう体型だしこういう食事の感じだから、はいうん、こんなのがいいかなみたいなこうパーソナライズした。 なのでみんな心配してるえ「審査にトレーニング受けたらそんななっちゃうの?ななっうの」っていう質問は <laughs>、はい、よくあるんですが、はい、決して絶対ならないですね希望でしたら一緒に頑張りましょうってなりますけど、はい <laughs> まあ、本当にここを削りたいここをもう少し上げたいとか、はい、あとまあ姿勢よくしたい、はい、あと今やってるのは、えー、とリハビリリリハビリもうあの手伝わさせてもらって。 例えばどんなリリハビあと脳梗塞でこう<ー>ってしまった方がフィジカルセラピストさんにあの見てもらったうで僕のところに来て「普通の筋トレがしたいんだ」と「うんうん、僕は早くゴルフにこう復活したいから筋トレをしたい」ということで。 かなりしっかりとした筋トレをされております。あじゃ、あ脳梗塞などの後遺症があっても、そういうトレーニングが、うん、できるということなんです。かそれもパーソナルトレーニングのいいところだと思いますよ。やっぱり動くところの筋肉がしっかり動かせてないと、はい、あのその動かない箇所もこう、はい、支えてあげる。多そうですね。支えてあげれませんから。はい、あとやっぱり運動をしないとやっぱ。 自然に太っていってしまいますよね。そ,うですねそれもやっぱりリハビリの妨げになるんで、はい、はい、あの体調管理っていう意味では、はい、あの筋トレスしてもらってます。で、先ほどの話に戻ると、例えば精神的な面とライフスタイル、はい、はいはい、それもちょっとこうトレーニングの中に入っているという感じでしょうか。はい、そういうそんな感じですね、うん。で、平均的にその8割の女性がですね、うん、はい、何歳ぐらいの方がクライアントさんなんですか。多いんですか。はい、えっ、ー、とね、これが40歳以上、うん、はい。 四十歳以上だそうです。八、はい、割の方は四十歳以上。<laughs> 私も頑張りたいです。はい。大体 <laughs> 皆さんそうなんですよ。体が鏡で見た時とかに。はい、え。 こんな体してたっけっていうことに気づくのが40歳過ぎてからで <laughs>、はい、じゃあもうどうにかしようと思った時に自分ではどうにもできないんですよやっぱり代謝も落ちてますし、はい、若い時できたから今もできるだろうと思ってやってみても全然体重が変わらないといない、ね、怪我しちゃってもいけませんしなのでじゃあプロの人にお願いしようっていうことで、うん、あの僕のところに来てくれてますなるほど、はい、じゃあ平均的にはどのぐらいのこう回数とか、うん、期間っていうのでやられてるんですか、うんうん、はい いいいいいろろろバリエーションあるとと思ますすこ一番言たでね僕のクライアントさんも聞いてたらもう一回言いますがこれはですねもちろん頻度が多い方が代謝が上がりますし痩せ体質理想の体型に近づく体質になるんですが頻度をその毎回僕とトレーニングしてても大変ですから僕とはそうですねせめて週1回僕がいつも見ますから。そして他の 3日に1回ぐらいは自主トレですね。自主トレはいが、はい、自主学習ですね。そういうことです。はい、僕がいなくても僕がやったのと、はい、ややっている中で、はい、あの怪我もしない簡単な運動がありますから。それを毎回あの紹介してるんですよ。はい、トレーニング中に、はいはい、これ自主練できますよ。よって。 これシンプルだからこれ何セットやってくださいとかそういうのをやっていただくと結果が出やすいです。でまあやったとしますね週一審査とやってェストレもちゃんとやって3日にいぐらいどのぐらいの期間である程度の理想に近づくことができるんですか理想にに近づくののはは体変化が見られる ちゃんとやっていれば二ヶ月。二ヶ月です。皆さん。体に変化が変化がですよ。変化が見られる。あやっぱり変わってきてんだなっていうのが二ヶ月ぐらい。で三ヶ月四ヶ月ぐらいすると周りの人に聞かれ始めます。あ痩せたとか。なんかやってんのって。で理想に近づくのがちゃんとやってたら半年ですね。はいまず二ヶ月でちょっと気がつく。二三ヶ月で人が見てくれるかも。で六ヶ月ぐらい経つと。あこれこれ。 こういうのになりたかったのっていうのに、結構近づいてくる,なる。なりたかったのに、のっていうのは女性ですね、やっぱり。あもうやっぱ、<laughs> はい、もうみんな女性です。女性の方。はい、ええー、しんさんにもしトレーニングをしていただきたいような方は、ど、どこに連絡。ちょっとその前にですね。しん、はい、さんに周知していただくと。うんうん、おいくらぐらいかかるんです。こんなの聞いちゃっていいんですか、ね。こ <laughs> こで言っちゃっていいんですか。いや、いや、あ<う>まあ、皆さん一緒で、あの、一、はい、時間。 えー、全て込みで100ドルドルで2か月続けるとちょっと感じるようになるかもしれない。うん、そういういことですね,ですねなので、はい、しっかりと、はい、あの自主練をしてもらうと、はい、あの僕が助けやすいですではその助けてもらいたい人はですね、はい、ちょっと慎士さんどこに連絡をしたらいいか電話番号が808-723-9571。 あとインスタグラムもやってますので、ヒットシン HIT アンダースコアシンで調べてもらうと僕のこういうのが出てきますから、そこにダイレクトメールください。ヒットシンだそうです。はい、はいえー。そろそろお時間が来たようです。はい。小田マシンさん、今日は本当に、えーえー、楽しいお話をありがとうございました。<笑><笑>はい。こちらこそとました。はい。o、okay, k we are out of time. Thank you so much for coming, Shin. And stay tuned for more shows in Japanese. Thank you all for watching Think Tech Hawaii. I'm Yukari Kunisue. This is Konnichiwa Hawaii. See you next time.